はい。時刻は夜9 7時を回りました。皆さんこんばんは。日高健こと司法書士の日高健一です。今夜も皆様が聞いて得する様々な知識をお届けします。30分間どうぞお付き合いください。はい。今日はまずですね、オープニング。うん、昨日行われました。大相撲春場所。千秋楽ですね。えー、稀勢の里。逆転優勝。素晴らしいですね。あの、13日目ですね、左肩を痛めて、えー、もう休場するんじゃないかと。 言われながら、痛みを押して、えー、最後、千秋楽ですね、同じ相手に2回勝ってですね、逆転の大優勝ですね、本当に感動しました。やっぱり、えー、まあ日本のですね、大相撲、醍醐味ですね、あの、力強さ、最近は特にもう外人、外国人がね、あのー、強いもんですから、日本人が横綱になることも、 もう少なくなって、もうずっと外国人が強くて、もうしょうがないですね。外国勢のですね、まあ、分厚い壁にですね、えー、拒まれて、えー、全然、まあ、日本人勝てないという状況で、稀勢の里はですね、こういうコメントがあるんですね。体格や筋肉の柔らかさでは及ばず、日本人の限界もあると。ならば、精神面で対抗するしかないと。やっぱりですね、えー、モンゴルとか外国人選手にはですね、もう2メーター超えるような体重も何百キロというような、 人にはですね確かに小柄な日本人が体力面では劣るかもしれないですけども精神面ではやっぱり無限大ですもんでので、えー、ということでですね精神面で気力で勝った優勝ですね、えー、不祥の寄生の里 感激の V2 ということで,ですね。本当に、えー、新横綱なんですよね。新横綱の優勝は、1995年の初場所、あの、高野花以来22年ぶり8人目、ということでした。本当に感動しました。やっぱりですね、えー、あのー、逆境の中から、勝機正気を見出して、えー、結果を残していくっていう素晴らしさ。感動しました。えー、本当にですね、えー、横綱、犠牲の里、おめでとうございます。 はい。我々も、この、気力をですね、え目標にですね、我々も力いっぱい頑張っていきたいと思います。はい。この番組には私、日田県に聞いてみたい法律問題、トラブル、応援メッセージを随時募集しております。メールアドレスは、797-at-fmguino1.com、797-at-fmguino1.com です。また、fmguino1 の,のホームページでは、ユーストリームやツイキャスで映像と音声も配信していますので、そちらも合わせてお楽しみください。 さあ、行きましょう。日高司法書士法人プレゼンツ教えて日高健先生スタートです。 はい、えー、フリートークのお時間、あの、法律相談ですね。まず法律相談でですね、えー、最近、まあ、僕は、使用書士という業務をやっていますけれども、使用書士の業務の中で、えー、不動産売買の決済、不動産売買を取りとま,まとめる、不動産売買のリーガルチェックですね、法律点に問題がないか、必要書類の作成とか、その時にですね、えー、付随費用として、この取引にですね、あのー、費用がどれぐらい、えー かかかるのかっていうどういった項目の費用があるのかっていう、まあ、税金面も含めてですね、えー、ちょっと大まかな内容を説明していきたいと思いますけど、まずですね、不動産売買をする場合ですね、えー、不動産の登記名義の変更ということがありますね、不動産の名義、例えばあ売り主さんから買い主さんに売って却するとです、ね、買い主さん名義になると、買い主さん名義に登録する費用がかかります。これを登録免許税と言いますね。 はいえー、登録免許税と言いますので、まずその費用がかかります。で、その費用の金額は大体どれぐらいなのかっていうと、まあ、あの投資用、居住用で使うのと投資用で使ったりするのと若干変わりますけれども、大体ですね、2%ぐらいですね。 えー、大体2%ぐらいかかります。あ、何の2%かっていうと、不動産の評価額、えー、市町村で指名、えー、されている不動産評価額っていうのがあります。各、この不動産所在地の市役所で、えー、大体、えー、税務課、資産税課とかでそのあたりで、えー、管理している不動産市役所で、えー、評価している金額の2%ぐらいが大体かかるだろうと。 いうことですね。それで居住用、もしくは住宅としてですね、住民票を移すなどのことができるのであれば、引っ越しでですね、そういうことであればちょっと軽減されますので、その辺もちょっと念頭に置いておいてください。で、次にですね、不動産の売買をするときに、通常不動産仲介会社、不動産のですね、売り主さんと買い主さんで、売り主さんも あの、売り主さんと会員さん、両方を仲介する会社、紹介する会社ですね、不動産会社がありますけども、おその不動産会社に払うお金がですね、約売買金額、取引金額の3%ですね、3%プラス6万円、プラス消費税ということになります。1000万の売買,代売買代金を取引する場合には、あ30万円、プラス6万円。 36万円プラス消費税の費用を仲介手数料と言います。不動産売買の仲介手数料を不動産会社に。これはですね、不動産売買に、この不動産を紹介、仲介していただきましてありがとうございますという。これは不動産会社に対する給、あの、報酬ですね。不動産仲介手数料。売買代金の3%プラス6万円。 でえー、次にです、ね、不動産を取得した際のです、ねえー、不動産取得税という県税があります。それもお払う必要がありますので、えー、気をつけてください。不動産取得税ですね。あと、固定資産税というのがあります。固定資産税というのはあ、えー、市役所に支払う金額で、えー、あります。えー、っとこれはです、ねえーえー、固定資産税はです、ね、各、あのー、市役所で管理されていますので ぜひ、この市役所、大体ですね、この売り主さんの、おのですね、売り主さんのところに、効果証明書、公の課税ということで、効果証明書で、だいたいいくらぐらい固定資産税がかかるのかっていうのを、市役所行けば分かりますので、これは個人情報ですね、等の本人しか確認することはできませんけども、だいたいこの大まかなあ費用が、 中心となります。あと、そうですね。細かく言うとですね、不動産売買の契約書に貼る、う収入印紙もかかりますし、えかかりますね。そういったものがあります。で、次に、例えば、あ不動産を購入する際に、金融機関からの借り入れをする場合には、金融機関がお金をお融資する際にですね、抵当権といって、この担保お、お金を払えない時に備えた担保と、 そして、その不動産をに抵当権という担保権を設定することがあります。この費用がかかりますので、えー、ご注意ください。えー、あの整理するとですね。不動産を売り買いする時の売り買いする時に紹介してくれた。不動産会社に対する仲介手数料が1点、次に名義変更する際の所有権移転に関する登録免許税なおこれこのですね。所有権移転の手続きをするのは司法書士。 我々司法書士が売り主、買い主に対するあの登記名義の変更をします。この際に代わる登録免許税と司法書士の報酬ですね。はい、で不動産を取得した際の不動産取得税とで。不動産を取得した後にですね、年間でかかってくる固定資産税というのが ありますので、気をつけてください。まあ、詳しくはですね、この取引に代わる司法書士、もしくは不動産会社に聞いていただければ、あ費用の具体的な金額ですね。もちろん不動産が1000万の不動産取引なのか、1億円の取引なのか、10億円の取引なのかによって金額が全然変わってきますので、具体的にどういうふうに金額が変わるんですかっていう、 ことであればですね、えー、我々司法書士、えー、特にですね、宜野湾地区であれば、日高司法書士法人に問い合わせていただければ、あ計算ができますので、でこの取引で大体の見積もり費用というのがあ、いくらぐらいになるのかっていうのがあ判断できますので、ぜひ気軽にですね、えー、聞いていただければ、あー私の方で、えー、計算して提案できますので、ぜひ一度ご相談ください。はい、次にですね、えー 最近ちょっとまた多いんですけども、法律相談ということで、借金の相談ですね。えー、借金の相談もまだあ依然として、えー、多くあります、えー。いろいろカードの名義貸しとかですね。えー、あと、まあ、借金を返済するためにさ,さらにカードを使ってとかですね。消費者金融とかですね。あとは、あのー、ボーナス払いで住宅を購入したんだけども、会社からボーナスの支給が打ち切られたと。 ということで、えボーナスのし、あの、ボーナス払いを予定した住宅ローンを設定していたところ、ボーナスがカットされない、カットされたため、この費用の捻出に困っているということですね。えっ、ー、と、どういうことかっていうと、例えばボーナス払いには、給料2ヶ月分のし住宅ローンを支払いするという約束であったという場合がありますね。例えば、給料30万円だったら、2ヶ月分の60万円。 ぐらい給料あ、ボーナスをもらっていたので、その60万円は住宅ローンとして払いますよと約束をしていました。で、60万のーボーナスを予定していたんだけども、会社からボーナスが払えませんでした。で、この60万円のボーナスを夏と冬に払わないといけないという場合にどういうふうにしたらいいんだろうということで、それでですね、えー、金融会社あ、ちょっと氷の,あの高い利息の,あの会社からですね、借り入れして首が回らなくなった。 もしくは一時的にカードを、カードでたくさん借りても首が回らなくなった。そういう話もありますね。まずですね、そういうボーナスの払いがちょっと難しい場合にですね直接金融機関ですね、そのボーナスの払い、払いについて難しいということをですね、相談してみた方が一番いいですね。で粘り強く交渉して、ボーナス払い、 がちょっと難しいということでちょっと60万円が無理なんだけども30万円もしくは分割のですね払い支払い方法の分割を相談してみるとかそういうことを試みてはどうでしょうかでまあ、借金の原因はいろいろあると思いますあのその他ですねやっぱ保証人になったんだけども自分が借りていないのが保証人ですよね自分が借りていないなののにその人がか 返せない時のための保証人になったんだけどもその人自体が実際返せなくなった当時は当時はですよあの絶対迷惑かけないから絶対返すからということで約束したかもしれないけども実際、えー、迷惑かけないからって言って、えー、保証人になったとしても迷惑かけるのが保証人なので実際迷惑かけないんだったら保証人なんかいらないわけでそれで保証人になったからにはもう自分が借りたものと同じ扱いがされるのが今の現行の法律ですね で実際、自分は借りていないけども、責任を取れというふうに、債権、まあ、者、例えばあ住宅ローンの会社とかですね、えー、いろいろ請求された場合に、どのように対応したらいいんでしょうかということなんですけども、まずですね、いろんな事情がありますので、えー、直接は使用者に相談してみてください。その相談の上でですね、対応の仕方あ、どのように払っていくのか、どういうふうにして交渉していくのか、あいろいろあると思いますので、 えー、最終的には、あの、もしかしたら給料が差し押さえられるかもしれない。自分が持っている不動産が差し押さえ、競売にかかるかもしれない。だから、あなるべく早いうちにですね、えー、相談してみてください、えー。実際、やっぱりこういった相談しにくいのかもしれないですけども、早いうちに相談した方が解決がしやすいもんですからね。なるべく、特にですね、今3月といって決算期っていう、 会社のいろいろ事業があの締めにかかるときでお金貸しているところも回収を急いでですね、えー、そういった手続きに踏み切ることもありますのでぜひあの早めに相談してくださいそんなところですねはい、えー、それではですね他の方行きたいと思いますまあこういう借金の話したりいろいろ不動産取引の,あの話もしてきましたけども実際は今 もう3月もう終わって、もう春を迎えてですね、えー、新しいもう卒業シーズンが終わり、新しい新,新,新入学、新就職に向けて、えー、活動しているところであります。そこでですね、まあ、リクエストの中からいきたいと思います、えー。まずはですね、アンジェラ秋の手紙お願いします。 はい、えー。時刻はあ7時20分23秒を回ったところです。皆様から寄せられた相談に日田健先生がお答えします。はい、今日のですね、質問はこういうの来てます、えー。相続税対策のためにアパートを建てることはいいことですかっていう。実際そんなに儲かるもんですかっていうような質問がありますけどね。あの、アパートを経営する。 うーことまあ、相続税対策で相続税をたくさん払った経験のある人もいると思いますし相続税を払ったことが全くない人もいると思いますもちろんですね、えー、相続っていうのは人の死亡によって親からの財産の承継なんですけどもでたくさんもらえばそれは相続税を払う必要があ,あるわけですよでまあ あなんだけども、まあ、アパートじ、アパートについて言うと、アパート自体一つの事業ですので、この事業がうまくいくかをきちんと考えないといけないですし、えー、資産があまりいい、なんていうんですかね、事業としてきちんと成り立つかどうかを見た方がいいですよ。アパートを作ったけど入居者がいなかったら、あ事業として成り立たないわけですし、あの、あ空いてます、貸しますっていう旗が立ってるようなところっていうのは、 入居者がいないわけで、そういうところだと、アパートは作ったけど、家賃、まあ、アパート経営っていうのは、家賃収入で成り立っているもんですから、借りる人がいないと、家賃収入も入ってこない。空き室であれば、あ賃料が入っていないわけだから、まあ、ちょっと大変なんじゃないかなと。あまりにもね、たくさんたくさん財産持っていって、赤字の財産でも、何も銀行に預けてるよりは、いいや、とかね、えー、まあ、一つの事業性として見込めると そして挑戦していくにはいいかもしれないけど、一つの事業なので、えー、何でもかんでも作ればあ、相続税対策になるというわけではないので、一つ事業として成り立つかどうかですね、えー、きちんと考えてみてください。相続税対策になるのかならないのかっていうことから言うと、まずきちんとこの親の財産、資産を計算して、ですね、じゃあ相続税がかかるのかかからないのか。 で、かかるとしてどれぐらいかかるのか、その対策のためにどうにかなるのか、っていうようなことを考えた方がいいですね。え、ほんで、もう一歩踏み込んで詳しく説明したりすると、例えば、土地の上に建物を建てたりすると、土地の価格が一般的に安くなったりとかして、え、借金抱えたりすると、負債もあるから、え、相続税の、財産が少し目減りする、財産がないとして扱われる、 ることになりそうなので相続税対策になるんじゃないかっても一応言われますけれども実際はですねこのもっと大きく言うと相続税の専門家は税理士ですのでお近くのですね税理士に相談してみてくださいそれとですねあのまあ税理士知らないよっていうんであれば あもちろん日高事務所に連絡していただければ税理士紹介しますので、えー、検討してみてくださいあとは、まあ、建設業者さんだとか、あのー、不動産屋さんだとかいろいろプランが提案されると思いますけどもこのプランも1つの目安にはなりますけどもいろんな角度からあ本当に相続税対策になるのかもしくはじ事業として成立するのかあーリスクは何なのかあっていうような 感じのこととをきちんとチェックしてみてみください、えー、まあ、僕としては一概に相続税対策でアパート建てるのがいいんですかと言われてもまあもう少し詳しくデータを見てみないと何とも言えないですし専門は税理士さんの専門ですねはい、えー、そんな感じですあとはあそうですねあの 家族信託のちょっと質問があるんですけども、最近ちょっと家族信託っていうのが流行ってて、ちょっと時間の関係でまた次回以降お質問があればお答えしたいんですけども、家族信託というのは、家族の中で信頼できる人に財産を預けて、えー、家族で預けてそれを運用してもらうというような仕組みになっています。 例えばあまあ親がね、えー、近い将来判断能力がなくなるときに備えて長男に財産を預けて親が判断能力なくなった認知症になった病院に行ったその後でもこのお兄さん、えー、長男できちんと管理してもらうっていうような手続きです。 はい、えー。そろそろお時間です。実際に相談してみたいという方は、ぜひ一度事務所の方までお問い合わせください。場所は58号線沿い、大蛇名のモスバーガー、裏手、レキオススクエア、うじ止まりの2階になります。電話番号は0989174905、0989174905です。相談は無料となっております。Don't worry be happy 安心というキーワードに向けて、日高使用書士法人プレゼンツ教えて日高先生、お相手は日高こと、司法書士の日高健一でした。See you next week! バイバイ